マネージャーさんからの。なんでやねん、ひったん。みなみさん、みさみさん、お疲れ様、かわいかった。よかった。いたね、今日。ひなつんと広島巡りしてた。団長、さすがです。かまつん。ひったん。え、にもれ、こんばんは、まいちゃんさん、ログイン。やっぱり、ねえ、ひなつん、楽しかったね。よかった。二人きりかと思った。ねえ、でもありがとう、こちらこそ。楽しかった、人生ゲーム。こんばんは、団長、おめでとうございます。そう、私たちもコメント見れるんだけど、あのスティーブチャンネルさんの皆さんが送ってくださるコメント見れるんだけど、見ながらあれしてるんだけど、もう団長団長ってすごくて、私って何、団長キャラなのみたいな。でなんかもう森末軍団っていうのをマネージャーさんの中で公認らしくって、森末を中心にみたいな感じで今日話されて、いや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 みたいな。デスクさん、こんばんは。何のことかさっぱり。そう、本当にね、大変。いたん、何なんですか、あのあざと電話。何や、あざとくなかったよ。あざとくない、別に。通常営業だよ、私の通常営業。あのあざと電話は別に STU チャンネル限定じゃない、あれ通常営業だよ。私はあんな感じなんですよ、電話では。電話、女友達と電話するときももうずっと「よしよししてー」とか言って。嘘です、さすがにね、嘘ですけど、体張りましたよ。コンプラじゃないでしょ、あれは。全然コンプラじゃないでしょ。ひーちゃんでしょ、どちらかといえば。私は全然コンプラじゃない気がする。誰でも言うって感じ。サイトビンデザイン、なんでやねん。ひーたの配信、それ見てけ。そんなに。ひーたん、羨ましい。楽しかったよ。またね、次のシングルで。あの電話ので初めて姫野の顔面、あ、これ言ったっけ。そう、 SOS のこんばんは、なきさんこんばんは。今日の間違いどこの、これはグレイルさんだっけ。グレイルさんな気がする、多分グレイルさんな気がする。ひなつん、うん、なんか同じような形がいっぱいあるから、いっぱい持ってた、私この形を。この色の、これは多分グレイルさんの気がする。シェイコンバイニャー、トムキさんごめん。あれ、団長かさいな。よし、なるほど。森瀬姫なのにドキッとした。やった姫なのの勝ちじゃん。あれ、ちょっとドキッとした人、正直に手挙げてよ。今日ね、STU チャンネル見てて、ドキッとした人手挙げてよ。私こんなこと言わないからね、普段。あんな、あの、STU チャンネルの、でやったようなこと言わないから。どうしようかな、路線変更しよっかな。路線変更しよっかな。確かに通常営業もそれはそれで問題ある。確かにね、それはそれでやばいよね。こんばんは、平和主義。平和主義なんで、本当に今日ガチバトル私参加するって聞いて、どうしようって、もう事態を考えましたよ。私すごく平和主義なんで、その先輩とガチバトルなんて、そんな。できないですよ。だからけどね、せっかくなのでお年玉欲しいし、私あげる側になっちゃったんでね、もうとうとうあげる側の年になっちゃったんで、そろそろ私もお年玉欲しいと思って。ひーさん、あざく、本当にここの上は認定したらそれは企画しますよ、森末軍団バスツアーみたいな。え、バスツアーしたいの。てか、まあ、森末軍団でバスツアーめちゃくちゃしたいんだけど、来る、みんな、みんなが来るっていうのをマネージャーさんにも言ったら、してくれるんじゃない、してくれるんじゃないって言って、していただけるかな。みんなが来るっていうならね。で、プランは京都。プランは京都で、私たちが浴衣を着ます。てか、昨日ね、京都行ったんだけど、めちゃくちゃ漏れたのね、写真が。ちょっと、これは投稿したら、
やばい、可愛すぎるってぐらい可愛い写真が撮れて、ちょっと秘めてるんだよね、まだまだ今じゃないな投稿するときはみたいな。だからまあまだ楽しみにしてて、まあまあなんメールには送ってるし、京都の投稿はまあするけど、私がこのもう一番漏れたって写真はまだ投稿しないかも。みたこんばんは、みーちゃん夜楽しみにしてる。もうコンプラコンプラ、もうダメダメ。でもね違うのあるね、なんでひーちゃんが夜楽しみにしてるって言ったのかって、私も少しちょっと言っちゃったんですよひーちゃんに。ひーちゃんひーちゃんもう早くもう行けみたいなこと言って、もうデートってもう家しかないやんみたいな。家しかないやんデートはって、そしたら本当に家って言ってくれて、ひーちゃん家しかないやんみたいなことを言ったんですよ。私はひーちゃんみたいな、もうひーちゃんが行くの決まってたから、ナーメンは最後にする予定だったから、ひーちゃんみたいな。でもうお題がをくるくるさんが発表してた時に、もうひーちゃんあれしかないやんみたいな、デートがもう家しかないやんみたいな、そっからはもうひーちゃんのあれなんで、ただ家って言ったのはそう、まあそれ以上のことも言ったかもしれないですけど、拾われてませんように音声さんに。くるくるさんが森下さん対決した時に絶対森下さん本当に私負ける気がした。え、でもそんなくるくるさんがあそこでまさかそうあんなちょっと斜め上の斜めって言っちゃうあれか悪いかなんか予想外のことをしてきたから、本当にガチでくるくるさんの可愛さには負けるから、私あざとかったりだとか、私そんなのしたことないから、萌え台詞だったりあざと割と苦手なタイプだから、あ負けると思って、くるくるさんだ負けると思ったけど、あそこでまさかそう、でもあれはもうあれで可愛かったと思うし、ファンの方はすごい新しいくるくるさんが見れたんじゃないかなと思って、でちょっと不安だったんですけど、まあなんとねありがたいことに。ダダさんこんばんは、ドキドキした、いつもドキドキしてます、あふふってなるな、まだ見れないです、見ないです、すいません。あっでも手挙げてくれてる、そんなにドキドキなの、結構ドキドキだよ、お疲れ様。ドキってはなんか飲み物ちょっと吹かないでよ、ちょうどそこで無料で終わって、うわっいいね、いいところで終わっちゃってるわ。今日もらったギフトカード、私ね今日もらったギフトカードを含め天城フィーマイめっちゃあるんだよね。もう何が欲しいのか分かんない、まずアマゾンを使わないし、使ったことがほぼないから、楽天は使うんだけどアマゾンを使ったことがなくって、何が売ってるのか分かんない、そしたら何でも売ってるよって言われて、絶対何でもはないと思って、こんばんは、一旦冷たいのできたかな、絶対行きます、県外なら行かない、来い来い、京都なら行かない、なんでなんで京都なら行かないって、どこなら来んの、京都でまず浴衣を着た私たちがいます、もうめちゃくちゃ可愛い浴衣を着た私たちがいます、そして一緒に参拝をします、散歩か、そして一緒に伏見稲荷を登ります、頂上まで浴衣で、うわここが浴衣じゃないな、ここはもうちょっと動きやすい服装でみたいな、とりあえず京都散策よくない、つりさんヒッターン100万円、昨日は下見、でも下見もしつつみたいな感じだった、渡月橋だけど京都の行くよ、お値段以上なら絶対お値段以上にする、スペイビに配信ありがとう、ひろつくさん家って家そう家って家、もうデートって家しかないやんみたいな、そう知らないけどね、私その何デートなんかそう家なんだろう、ありきたりじゃん遊園地とか、そうってなった時にいかにキュンキュンさせた方が勝ちかっていうあれに関して、もう家しかないやんみたいな、すんごい大人っぽい、結局勝ったよ、勝ったセリフ言って、有料コンテンツですねそれは。
有料コンテンツですね、それは。やばい、私何も言えないよ、あんなの。もう本当に言えない、あれ。もう見逃しとかないのかな、あるの STU チャンネルって。くるくるさん苦手なんだよね、だからある意味ごまかした。あ、くるくるさんも苦手なんだねえ。2連敗。伊達にセクシー買ってないですね。だってサイゼクシーのあの付録今月見てないんだよね、まだ。よかったら買おうかな。みんな対抗してくるくるさんが知らない人ほどなんていうの。薬局法、薬局、薬券、薬券法律を提案しなくていいか。そんならアメリカにあげたいよ、全然。いや、あげない、あげない、あげたいじゃない、あげないよ、あげないよ、全然あげない、絶対あげない。いらないよ、いらないよって知ってる、これ。いらない、いらない。ジュースの家帰って水飲むしみたいなネタ知ってる。あげない、あげない。そうだ、私今日からあれなんですよ。あ、まだ言わんとこ。まだ言わんとこ。あっと、やばん、めっちゃモヤモヤするやつじゃん、みんな。ごめん、ごめん、ごめん、マジでごめん。一旦忘れて、一旦もいいさ、一旦いつもビールながら配信言ってもいいが、いつもビールながら配信みたいな。昨日こっち来てたんだ、そう、そっち行ってた。マイクさん、ひなちゃんとか神、あ、マイコさん体験とかしたいね、いいね。たきさんこんばんは、ゆせさんこんばんは、ゆいちさん、ひなお疲れさね、今日も行ったね、すごい、ありがとう、わざわざ来てくれて。なんかもうね、わかるんだよね、ゆいちさんたちの集団は。ファンじゃなくてもわかる。ファンじゃなくても、なんだろう、自分、なんだろう、自分のファンじゃなくてもわかるみたいな。あ、いるみたいな。せいちゃんさん、ヒットン有料コンテンツ、本当に有料コンテンツですよ、こっからは。デートはドライブからの、ご飯からも。でもどうなんだろうね、遊園地とか、私遊園地デートとか、私これガチでしたことないんですけど、並ぶじゃないですか、遊園地って、どこの遊園地も。でその並んでる間って、私女友達と言っても結構話さないのね、別にずっとスマホいじってるしみたいな感じなんだけど、それを男の人と言って、何を、 なんだろう、何をどうすればいいんだろうみたいな。でデートで喋らないなんて絶対つまらないじゃん。そう、だからわかんないよね。京都ツアーのチャリで行けるってやばい。絶対来てね。じゃあ4日に京都競馬場の森下さんの顔が好きな友達、え、下見しておきますね。やった、なるほど、アーカイブ、あ、アーカイブあるのか。じゃあアーカイブで見てください。本当に体張ったので、私は体張ったというか、まあなんかいつも言わないようなことを言った。そしたらその後マネージャーさんに生々しいみたいな。そう、まあ、そうなんだよね。今日のアピさんがなんかなんだったっけ、あの更衣室でね着替えてたの今日。そうで、収録の後ね、のあぴさんと一緒の更衣室着替えてて、なんかまあお疲れ様でみたいな、ちょっと雑談して、ちょっと沈黙が続いたんですよね。ちょっと沈黙が続いて、お互い着替えてて、そしたらいきなりなんか、何だったっけ、ひーたんは男性と付き合いしたことあるのみたいな。こんなの聞いてきて、そう、びっくりした。私そんなこと聞かれたことないから、先輩に、なんだろう、そういう、そうだから、そうびっくりした、マステルなって思った。お付き合いしたことあるのだったっけ、なんか、なんだったっけな、男性いるのだったっけ、なんだったっけな、なんか言ってきたんだよね、ナビさんが。あ、そう、あとなんかサッチーは可愛い系でかな、わかんないけど、でヒータンはフェロモンが出てるみたいな、フェロモンがもう出ちゃってるみたいなことを言われて、褒め上手だなって思います、相変わらず。マシオの13歳。
14歳15歳。おいっせーぐんだのはさ、ヒータンオリジナル歌舞伎メイク込みですか。いや、ヒータンオリジナルの歌舞伎メイクはちょっと悲惨なこと。せっかくバスツアーが可愛いことしたい、可愛くいたいから。そう、嫌な、いきなりの嫌なんですね。だって分かんなくない、外でデートして何するのって感じ。なんか別に何デートって結局何するのって感じじゃん。分かんないんだよね本当に。あ、スカイブ、あ、そうなんだ、こんばんは。ミッフィーのポーチかな、ミッフィーのポーチだな。今月300円のポーチたくさん。ミッフィーか、サッチーに、サッチーに教えよう。出たー。そこまで言うならって。またかよ、今夜眠れません。ごめん、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 本当にごめん。声癒されに来ました。声癒される？気になって夜しか寝られない。寝れるじゃん。夜寝れたら十分だよ。いや、別に言っていいんだよ。言っていいんだけど。いや、言っていいことなんだ、これ別に。なん、別に今じゃなくていいかなと思っただけ。もうどうでもいいことすぎて、やっぱやめようってなったの。エイチさんと何か食べたのが聞こえてきた。本当に楽しかった。また来て。こんなになんかね、こんなに合ってるのにみたいな感じだよね。サニーヒグヒーハイランドさん、ヒタン、いいね、ユニバ案内した。ちょっとユニバ貸し切ってよ、誰か、無理性軍団が行くために誰か貸し切ってよ。ユニバ貸し切れるっけ、ユニバって。え、貸し切れるよね多分。あれ貸し切れないか、あれ貸し切れるっけ、貸し切れないのか、 VIP か。あれしかもユニバ行った日すごい閑散期っていうのかな、すごい全然人がいなくって、結構スイスイと乗れました。スイスなんだよね、クワブさん。 VIP パス、 VIP パスは持ってないの。直球20歳だからね。そう、直球だなって。いきなり、そう、いきなりちょっと沈黙が続いた後、別になんか、いや何話そうとはなってなかったの別に。私もあ、やばい、先輩と二人何話そうみたいな、そんな感じで、先輩二人じゃないけど、なんか、あ、どうしよう、めっちゃ沈黙続いてる、どうしようどうしよう、気まずいみたいな感じではなかったのだけど、なんか沈黙がついてん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 みたいな後に、ヒータンはみたいな、男男性みたいな、男性男みたいな、びっくりした私。マジいつもそう、ナオミさんど直球すぎて、そう、なんだろう、遠回しに言われるのもなんか嫌だけど、ど直球で言われるなんて初めてだ、私先輩に。それ同期とかではさ、わかるよ、同期3期内でそういう話を言われるのはわかるんだけど、そう、先輩に「ヒータンは」みたいな言われるの初めてで、そう、びっくりしちゃった。清水さんこんばんは、ヒータンこんばんは。私これやね。あ、そういえば皆さんお手紙届きました、ありがとうございます。まだ読んでないんだけど、ナピさんねえ、本当に、まあ、中学生だからね。そうだから私がそういうナピさんはどうなんですかって言って、そう、そういうナピさんはどうなんですかって言って、そういう恋に目覚める年なんじゃないですかって言って、めっちゃ煽った煽ったっていうか言い方おかしいけど、そういうナピさんはどうなんですかみたいな、恋に目覚める年頃じゃないですかちょうどみたいな、中学生、中学3年生、中学2年生かな、そう、男性いるのはそう、現在進行形の、そう、やばいよね、ポエラもそう、経験が違うって言ってたような、経験が違う、なんかそんなこともやってた気がする。フェロモンが漏れすね、やめて、出ちゃってる。お家では何するの、何するんだろう、人生ゲーム人生ゲームとか人生ゲームとか、 UNO とかトランプとか、なんだろうスイッチとか 3DS とか。さやかすくが前にしつこくアオハライドの話をしてた。そうなの、いや、そうなの、あの、しつこいね。せいくんさん、こんばんは、ガチバトルありがとう。今みんな何時だろう。へい、みんな大丈夫でした。てぃふさん、こんばんは。嫌いじゃないかも。ゆいたいな、貸し切れるんだ。宝くじ当たったらね、確かに。ゆいたんのお力、確かに。
お母さんに頼む貸し切れるんじゃね。私のお母さんそんな権力ないです。ユニバを貸し切れるような権力はないです。借りる、あ、借りる、電話でおねだりされ、電話でおねだりされたら貸し切るかも。どうしよう。じゃあみんなに電話していこっかな。知らないけどみんなの電話番号。ストクさんヒタン、モルシアの地元のモルツアーしてほしいです。骨折ったジャングルジムとか。骨折ったジャングルジム小学校の中なんだよね。色変わってた気がする。なんかみたいな、色変わってんじゃん思い出のジャングルジムって思った気がする。この前帰省した時、思い出のジャングルジムがと思って。ヤスさんこんばんは。そうで、どう答えたんって言ったら、いないですって言った。いないですって言って、そういないですよ当たり前に。こんばんは、リナさんこんばんは、ライダさんこんばんは。キレイキャンキやめてよ、これやめてよ。俺のやつあったよ。山本なんとかさん、ジュレイさん、なんだろう、なんヒーター見させてもらってありがとうございます。ベイブかな、ダースーさん、いつもお世話になっております。井出かなちゃんがよく話聞いてますよ。3期生の 2.5 期生いじりは嫌いじゃない。ヒーターは中3で目覚めたので切り返しが来なかった。そう、もうびっくりすぎて私テンパっちゃって、そんな質問されると思わないじゃん先輩に。そう、同期とかならふざけれるよみたいな、いたーみたいな、もう生まれてからいたーとかめっちゃふざけれるけど、そうなんかふざけれないじゃん、何先輩方に、いましたよみたいな、0歳の時から彼氏いましたとかなんか言えないじゃん。そんなん言えないじゃん、いないけど。そんななんか3期だったらふざけれるの、なんかもう生まれた時からいたしみたいな、先輩すぐできないから、みたいな、びっくりしちゃった私。カメトさんひだんこんばんは。ポッキーある意味人生ゲーム。そんなわけね、私人生ゲーム買おうかなと思ってるんだよね。それこそ天城編で買えばいいんじゃない。私溜まってる、絶対売ってるよね。先輩全部見たらヒータンは先輩でも年下メンバーから見たらヒータンは刺激の、ちょっとやめてよ、刺激の塊やでって。そう、刺激の塊やばいね。だって水間込みの夜景とかデート、ああいるね、デートスポットだね。でも私が思う水間コンビナートの夜景って免許取り立ての子が行くところだと思ってるのね。私の友達ね、めいちゃんと友達いるじゃん、めいちゃんが初めて免許取った時に初めて乗せてくれたのね、術的に。その時もなんか謎に水島コンビナートの夜景連れて行かれた。私は土地勘わかんないから、そうめいちゃんの運転でもうお任せみたいな感じだったら水島コンビナートだった。室内雨だね、確かに。10時52分ありがとう。ミヤポンと同い年のナナピさんは、マキさん引いた。 USJ 貸し切りやん、7000人以上やばいな、ちょっとたまる、なんか集まる自信ないな。それはクラさんこんばんは。そう初見です、ホフマンさん初見だっけ。そう思い出のジャングルジムさ、なんか取り消しされちゃった、私のせいかな。私がこんなみんなの前で言ったからかな。エステってすごいフランクな話、フランクな話って何、軽いってこと。偶然にも毎回引いたような気がするね。確かに偶然にも毎回見ちゃう見ちゃうっていうか、あいるってなっちゃう。そう、ホフマンさん社長電話のセリフよかったよ、嬉しい、ありがとう、ありがとう聞いてくれて、恥ずかしいけど。私もう路線変更しよっかな、あざといキャラにしよっかな、もう帰っちゃダメとか言うようなキャラにしよっかな。もうダメだよとか言う、それはそれでかっけえ。とりあえずアニメのキャラ彼氏にしときましょう。アニメのキャラ、私コナンくんかっこいいと思うんだよね。コナンくんだな、じゃないね、新一か、かっこいいと思うけど、なんか別になんか彼氏にしたいとかない、そう付き合いたいとかもない、なんか好きとかでもない、
あ、かっこいいと思うみたいな。一人人生ゲーム、そう、一人で人生ゲームやろうかなってそう思うの。これそれぐらい本当に楽しくて、あんまりやったことなくて人生ゲームを。いや、サッチーに始まる前に、え、どうやってするんだっけみたいな、ずっと聞いてて、なんでやねん。そうそう、今日ね、そう人生ゲームしてて、かい、なんか就職しますかみたいな感じになって、あれなんだっけ、正社員に就職しますかみたいな、多分マスで、そうで正社員に就職しますってなったの私で、なんかまあ正社員になりました、人生ゲームの話ね、人生ゲームで正社員に私なりました。でまあお給料普通にもらって、そうでちょっと進みます。そしたらなんか1から8の間で出す、なんか数字を出したら昇格できます、なんかランクアップできますみたいな、正社員からもっとレベルが上がりますみたいな感じで書かれてて、そうでなんかなんだっけ、そう私はルーレットを回したわけ、1から8の間で、そう、そしたらなんか出て、その1から8の間で数字がなんだっけ忘れちゃったけど、でできランクアップできるってなったんですよ。で社長かなみたいな感じでふざけて言ってたら本当に社長で、びっくりした。なので社長の給料ね、でもね超安かった。なんかそう、もう一人ファンの方がいて、ファンの方が監督みたいな感じのランクアップしてて、その監督が結構お金高かったのね。でその先にファンの方がランクアップして、その後私だったんだけど、なんかやった社長みたいな感じでその一瞬盛り上がるじゃん。そしたら値段見たら、給料見た、お給料見たら4万8000円みたいな、えみたいな、社長4万8000円みたいな感じになって、監督の方が高いの社長より監督の方が高くって、びっくりした、えみたいな。そう人生ゲーム、そう人生ゲームしたの、また来てね、ベイベー楽しい。フェロミね、フェロタン、フェロタンスイッチです。あ、そうなんだ。55分ありがとう。ひまたらさん、元気も見せ。ゆうなが人生ゲーム、森生モードでプレイしてた。女社長になる&結婚しない。そう、私、本当に、私も結婚できなかったんだよね。ルーレットで結婚できなかった。そう。ゆうさん、こんばんは。確かに。ユニバ、ユニハル出たい。ユニバル、ユニハル、ユニハルっていうんだから、日向坂さんや、今年出るよね。ユニハ、あの、日向坂さんとイコールラブさんが出るよね。あれ、出たいんだけど、私も。やばくない？週3、4で行ってた場所にライブとして来るんだよ。ライブ、まあ、USJ でライブできること自体すごいけど。そう。USJ でライブするってやばいよね。夢のまた夢の、夢のまた夢みたいな。やっぱありがとう。天城フェス1000円券だったから5人で割り切れんよね。そう、実はそう、ある割り方をしたんですよ。自分着替えたらさ、やる気に言いたい。飲めなくなりますとかやめてよ、安住さんに。確かに今さら無理です。今あざとい。なんでみんなそんなこと言うの。無理せんひめなら、これまで通り頭のネジ外れてキャラでいてほしい。頭のネジ外れてるひめな。頭のネジ外れてるっけ。まあ全然キャラというか、私は素であれしてるので、ね、アイドル活動してるのでね。今日も可愛かった、大人セリフキャラがいい。ひなさん、ひめななんだけど嬉しい。確かにリアチューとかナミも似合うよね。ボード版、そう、社長になった瞬間本当にね、それな、本当に社長になった瞬間本当に笑っちゃった。私も、私さ、その前にさ、社長かなとか調子乗って言ってたの。普通部長とかじゃん、普通部長とかだから社長はいきなりならないじゃん。なのに調子乗って、社長かな、どうしようとか言ってパッとめくったら社長って書いてて、私多分もう社長になる運命なんだわと思って、今日メイクさんにも話した。ヘアメイクさんにも、私って多分これ社長になる運命なんですよねって。だから社長ってなんかだって、サッチーかリエチか誰かもなんか正社員だった、なんか社員か正社員から始まなんかだったみたいな、でもランクアップして部長だったみたいな話を聞いて、あれみたいな、カードによって違うのかなって。すごくない？その中で私は正社員から社長になったんですよ。ってことは、ってことはよ、私も正社員から社長になれるのかなみたいな。一旦正社員しろっていう定めなのかなっていう。一旦正社員して、次の1年後にお前は社長になれって言われたりするのかなみたいな。自分で起業とか言うよりかは、
ちょっと社長のオケになってちょっとお前が継げとか言われるパターンなのかなみたいな、お前は仕事ができるからお前が継げみたいなこと言われるパターンなのかなとか思っちゃった。ちょっと今日人生ゲームしただけで、しかもボードで遊んだだけで自分の未来考えちゃった。いるね子供いっぱい。確かに、ご受験ありがとう、出たい。クイチンちゃんね、お疲れ様でした。ありがとう。つなもやさん、ひだけもやもありがとう、嬉しかったよ。くんでと本当にありがとう、今日来てくれて。いったーん、いいように見せ。つなもやさん、くるくるさん、くるくるさん推しかな。さすが大人のヒーター、大人の貫禄勝ち。いや私はか勝ってない、勝つつもりはなかった、勝つつもりはなかったやったらおかしいけど、そう3回戦目だったじゃん、さすがに勝たないのと思って本気出したし、でもくるくるさんに勝てるっては正直思ってなかった。ヤギさん、ヒーターこんばんは。殴り合い、アッシュードアイラ、確かに。山杉さんは TVL でライブしてるの1ヶ月ぐらい。そうなんだ。11時1分ありがとう。確かに表面でみんな最初から、確かにね。ここはこんばんは、この間近にバズり、ありがとう八木さん。あれか、歌舞伎メイクか、かなり小さめの会社だなそう、給料4万8000円だったからね、社長の給料4万8000円ってどういうことみたいな、安っと思って。いやいや、森瀬さんは初めから社長じゃないと確かに、姫野の夢は確か離縁の妻いやって書いてんだよね。私今度萌えに送るね、写真撮って。離縁の妻って書いて、しかもちょっと上手いの、離縁の妻。今何回年取っても思う、うわ上手と思って。じゃあよし、無料会できる恥ずかしい。一回戦のヒーヒーコンビは経験の差が出たねそう、本当に。高坊さんこんばんは。電話かってきたのがずっとそのまま見てた、かわいい。大丈夫だ、ギリギリ。どれだとしてもいいです、安いでしょ、本当に安すぎる。ガチさん、ヒタン1日4万8000円、1日4万8000円ってやばくない？確かに1日4万8000円って1ヶ月何円になるんだっけ。1日4万8000円でしょ。ちょっと待って、私今足負傷してるんだよね、あざできたんだけど。なんか見覚えないあざとかできない、足に。いつこんなあざ作ったっけみたいな。しかもそのあざって大体大きくなるの、えみたいな、成長してんのみたいな。いったーん、水島コンビナっていわゆる工場の、そう工場の夜景ね、心霊写真みたいで、そう心霊写真みたいって言われたので、私も思った、これから樹海行くのかなって。私本当に樹海ロケしたいんだけど、これから樹海に行きたいと思いますとか言って、私は本当に樹海が好きなんですよねみたいな、樹海が好きなんですよねはやばいか、私は本当に樹海とすごい縁を感じてて、樹海ロケしてどうすんだろうね。私樹海を紹介してどうすんの、何したいんだろうね。今日の人を見れて幸せな時間でした、ほんと神ね、神イベだよね。私もすごい楽しかったダンス練習中かな月収1101001000万107万6000円、やば、遊びたい放題じゃん。1ヶ月我慢したら次100万じゃん、入るじゃん、100万叶うじゃん。金具行ったら電話どうしてか、そうなの、本当にね、金具の電話見たかった。日経2780万、やば、大谷選手ね、すごいね。つかしさに、あゆうちゃん気温つか、11時5分、そろそろあげあれあげよっか、終わるかな。知らぬ間に足あざ女子あるよね、女子あざあるの、なんでと思っちゃう。そう、あうちひたーん、樹海アイドル
足取り足を見る気になるのかとなりぼいです。どうしたの、もうなんでだろう、どうしたの、何があったの、ひなつ、あ、東京着いたの、羨ましい。でもやったやったじゃないか、よかった、無事着いて、お家に、お家に帰るまでがスペイベです。お家に帰るまでがスペイベです。ひなちゃん可愛かった、今日もやっぱあのコート可愛いんだよね、私のピンク、私のじゃない、ひなちゃんのピンクのコート。樹海メイク、何樹海メイクって、ダメでしょ、さやつさん、それは今日の会場の1階でお見かけし、オーラあったね、やばいオーラあったね、ありがとうございます、すごい嬉しい、オーラあったね、やばい、そんなことないよ、うちうちいたね。チャラッペさんこんばんは、あ、チャラッペさん、チャラッペさん、チャラッペさんってあのチャラッペさん、カシミンのチャラッペさん、樹海は樹海行かないと、うまい、バナクさんこんばんは、樹海危ない危ない、いやそれな、いや危ないっていうか、でもまあ一人では行かないから、実は時給4万8000円、わかんない、時給4万8000円とか書いてなかったけど、樹海ロケは必ず何か出るみたいやから大丈夫、うん大丈夫、お祓いしていくし、終わってもお祓いする。おお、森星軍団綺麗でした森星軍団ではなかったけど、今日はそう、私森星軍団だけで MC とかやってみたいし、てか森星軍団は私も把握してないんだけどね、いつも遊んでるメンバーってことでしょ、多分みんなが言いたいのは。歌舞伎勉強に出してありがとう、元気もの森星、いっぱい連れて帰って、嫌だよ、そんな連れて帰んないよ、誰も連れて帰んないよ、スペイ、あ、スペイじゃない、樹海行ったとして、でしたらバス乗るときに、いや転んでないんだよね、寝て起きたらあざができてるみたいな、私夜何してんのってぐらい、歌舞伎メイが迷けん帰り道で聞くショールームもスペイベわかる、来てないじゃん次回楽しみに、キャーキャー言ってほしい。ヒータンのオーラすごかった、何やって、なんかオーラ放ってた、スペイベで、何オーラ、オーラ放ってたっけ、いや恥ずかしいんだけど、私オーラなくない、どんなオーラがついてるの私って、恥ずかしい、先頭にいたからかな、並びとか、ヒータンファッション好き、ありがとう、うち嬉しい、森星軍団なら24時間見れる、私本当に24時間企画したいの、マジで絶対面白いと思うのね、そう絶対面白い、いろいろ見るの大丈夫か、いろいろそんなにやばいの、今後心霊スポット企画ありそうな企画、え全然行く、全然行く、サッチーとか連れて行こうかな、サッチーって NG 出すのかな、心霊スポット企画今日の服土星、土星、ちょっと待って土星やめてよ土星やばい、すごいよそのコメント、発想能力、森星軍団の会費を月1回ただですよ、ただただ森星軍団ただなんですよ、実はこう見えて、ヒータンだから、そんなことないよ、嬉しい、うちそんなこと、うっちも似合うよ絶対、みんな似合う、これは知れ聞こえ、わかんない、ない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 かもしれないけど、会った時ってこと、マスクさんこんばんは、花ちゃんに叩かれてる、叩かれてる、幽霊に捕まれるとあざができる、私幽霊に捕まれてんの、寝てる時怖いんだけど、森星軍団は正確には3期全員ですよ、いや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 、それ3期全員に聞いてごらん、入ってないって言われるとショックだけど、いやまず嫌だよ森星軍団っていうあれが、そう女社長が降りてきたって感じよそう、まあまあ一番前にいたからね、一番あの時一番前にいたから、確かに TK さんいたね、オーラって本人は見えないんで、あ本当にそうなの、私オーラあったんだ、よかった、マジ面白そう年収8000、めっちゃ計算してるやん、メルク1101001000万100万1000万8000万年収やば、森星さんのお部屋からしたら余計に面白く、マジで見れると思うよ、森星軍団
でも私言われたのね、さあかなとかに、カメラ回るとひーたんは仕事モードになっちゃうみたいな、あのクリスマス配信で、まあ、仲いい4人でしたけど、3人としたけど、カメラショールームが終わった瞬間の方がなんかめっちゃ面白いこと言えたというか、ふざけれたしみたいな、なんかカメラ回ってるって分かっちゃうと多分仕事モードになっちゃうから、仕事モードっていうか、私は割とラフにしてるつもりなので、ショールームとかはすっぴんで、ね、全然するし、なんでもない話も本当にどうでもいい話もするしみたいな、だけどなんかカナダたちからするとやっぱり普段のヒータンではないらしい、なんか仕事モードの、若干仕事モードのヒータンになってるらしい、カナダたち曰くね。難しいよね、だから隠しカメラしてもらわないと、でも隠しカメラをしてるとって放送できない用語をいっぱい言ってたらどうしようみたいな、その言ってないけど分かんないの、これ放送できる用語なのかこれができない用語なのか私たちは分かんないけど、ビガドカムさんなんで女たちお疲れ様、お疲れ様、こんばん、無理性どうな、確かに本当にチャンテンさんこんばん、無理性ドーナツにしようか、無理性ドーナツにしようかな、そう無理性軍団ちょっと嫌よね、なんか無理性軍団っていうのがね、まあファン名称にしてますが、イータン、イータンに会ってないんだよね、サンキのお姉さんヒータン、そうそうお姉さんなの自分で言うなってね、お姉さん22歳になっちゃうし、やばくない、私22歳になっちゃうんだけど、やばくない、普通にやばいんだけど、どうしよう22歳どうしよう、まだまだだけど、まだまだじゃないけど4ヶ月後とか5ヶ月後とかか、もう半年切っちゃってる、22歳になるのに、やばいんだけど、多分私は21歳が終わる頃に、21歳は激動の1年でしたとか言うと思う、みんなこれ覚えてて同じやつの会社、私まだあれしてないよ、起業してない、起業してないというか、新茶足風邪気にするからどこいても目立つ、いい意味で、ありがとう、嬉しい、それはバセリアさんこんばん、ゆうなんがひーにゃん電話に電話折り返してくれとの伝言に行きました、こんばんは、どういうこと電話折り返してくれ、どういうこと、電話折り返してくれってどういうこと、ゆうなんはそんなこと言ってたの、どういうことだ、まあそういうことね、他の3人内緒で、確かに小柳月はしっかり年長メンバー してるよね、こうなんか私言われたの、私ってやっぱりツッコミらしい、ツッコミ役らしい、周りがボケるからツッコんでみたい なんか鋭いツッコミじゃないけど、なんかツッコミが容赦ないみたいな、そうだからそういうのができないからみたいな、他の子たちはだから、そうそんな話はしたんだよね、かなと、私って結局ボケかツッコミって姫野ってどっちなんだろうってなった時に、ヒータンはツッコミじゃないみたいな、ボケではないみたいな、それはかなと違うボケるからみたいな、カスミンとかそれをなんかツッコ、なんか鋭い感じでツッコむから面白いんだと思うみたいな感じで言われて、私ってツッコミなんだと思って、森ちゃん姫野演じてる、そう森ちゃん姫野演じてるっていうこと、ポンデリング姫野やべない森末組やばい、楽屋モードで、確かに隠しカメラかけたら上半身裸で踊る、かなでしょそれは、上半身裸で踊るのは軍団いいんですけど、森下にぴったりハマる、確かに、ゆうなの妹アイドルになりたいらしいので STA に入ったら石原軍団結成を、すごい素敵、私もでもあれだよ、いとこがアイドルになりたいって言ってる、 STA に入りたいって言ってる、そうだからね、もう22歳と思うか、まだ2歳、もう22歳です私は、ついにサザエさんとやめてよ、南波の和田さんみたいな感じするから、もう嬉しい嬉しい、和田美代さんみある、私プーとか言っとこっかな、もう絶
全部のツイートにプーとかつけてるか。11時15分です。まず今日ツイートしない、ツイートしなきゃいけないってことで、そろそろ終わろうかな。ツッコミ早いよね。まあ早いのかな、見るかな、見るからにボケじゃん。わかる、無理せんよなツッコミは。確かにココちゃん、そうココちゃん ST 入りたいらしい。リアチの妹、リアチの妹も、え、すごいね ST 大人気じゃん、すごい。みんなの妹が入ってくるまで私卒業するのやめよっかな。ということで壇上読みたいと思います。13位熊田パパさん、12位ひらりほっとさん、11位みおさん、ありがとうございます。10位がゆうさん、9位が清水さん、8位がぐっちょう太郎さん、ありがとうございます。7位が豊中のひろさん、6位が南光さん、ありがとうございます。5位がライダーさん、4位が妻のしんのすけさん、ありがとうございます。3位がてつじさん、ありがとうございます。いつも2位がほっしー、ほっしーありがとう。1位がなるせさん、なるせさんありがとうございます。お疲れ様。ワイも入りたい、待ってます、ぜひぜひ。あんこさんの妹、娘も入りたいの、うん、あっつ、うこちらこそありがとうございました。姫なりもたまにはハウってハウあれはね、確かに可愛かったよね。ってことで皆さんツイートするのでいいねもよろしくお願いします。バイバーイ、おやすみなさい。